はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんこちらの若津楽院など入った新パック剥きましたでしょうか。急にですね、昨日新パックアルバアビスというね、パックが実装されまして、まあ、新規カード7種類しかないんですけども、楽園系のカードがいっぱい入ってますんで、まあ、新規カードはこの、ブラックアウトしていない7種類なんですが、楽園系の、ね、デッキを組む方であればこのパック向いていただければ、まあ、結構ね組みやすくなっているかと思うんで、よかったらデュエリストカップ前にね、このパック向いていただいて、デッキ組んでいただければと思うんですが、今日注目していくのはこの若津楽園というカード、はい、これが一体じゃあ何をするのかっていう話なんですけども、まあ簡単に言うとクソデッキを製造することができまして、これ何をするかっていうと、相手のフィールド上にモンスターを送りつけることができます。はい、デメリットがあるようなモンスターを送りつけることができます。これどういう効果かっていうと、自分のフィールドの融合モンスター相手をリリースしなければ発動ができないということで、まあ、ちょっと難しいんですけども、まあ、楽園デッキであればね、融合モンスターいっぱい並びますんで、まあ、それはもういとも簡単にできると。で、お互いの墓地のモンスターか除外されているモンスターの中から融合モンスター以外のモンスターを2体対象に取って、そいつらを1体ずつお互いのフィールド上に特殊召喚できるよと。であればその楽園を融合されている融合モンスターをリリースしていれば、両方とも自分のフィールドに特殊召喚できるよっていう効果なんですけども、これ今回は相手のフィールド上に送りつけていきます。で、送りつけるモンスターがどれかっていうと、これ超魔人井戸っていうほんとゴミみたいなモンスターがいまして、これ送りつけると相手世界終わるんですね。これ簡単に言うと、モンスターが出せねえって書いてあるんですけど、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分はモンスターを通常召喚、判定召喚、特殊召喚できないと。まあ、遊戯をやめろと。お前遊戯をやめろと、いうことができるんですね。で、これ闇属性なんで、このモンスター。これルベリオンで落とすことができまして、で、しかもこの若津楽園自体がそのミラジェイドからアルビオン送って、アルビオンの墓地効果でセットできますんで、これアルベルとか楽園融合1枚からこの若津楽園セット、井戸送りつけの動きがもう確定するんですね。はい、めっちゃ簡単なんですよ。こいつ1枚でその動きできるんで、そうするとなんか相手はもう2ターン目基本的に動けませんから、3ターン目に若津楽園、ちなみに自分のアルベルも特殊ができるんで、アルベルで楽園融合をサーチできますから、3ターン目に、またサーチした楽園融合を打ってワンキルしていくと、こういうねゴミみたいな、動きができます。はい、圧倒的ゴミデッキギミックは。で、この動きを通していくにあたってこれ弱点がありましたね。これ盤面がめちゃくちゃ弱くなるんですよ。ミラジードをリリースする都合になるんですよね、これ打つとき。そうすると本当にその若津楽園で井戸を特殊召喚する動きが通んなかったら、そもそもマジで世界が終わると。こっちの盤面が 弱すぎて、まあ通れば強いけど、だからそれ通すために無効系のモンスターをいっぱい採用しまして、まあ、まずはやっぱ勇者ですね。勇者ギミック、グリフォンライダーですね。とあとそれから墓穴がめっちゃきついんですよ、これ。この動きするとなので墓穴を止めることができる、神の宣告、そしてわらしみたいなカードが入ってます。これね、ちょっとね、一滴だけマジ無理なんだよね。禁じられた一滴だけちょっと井戸をねコストで送られちゃうんで、墓地に。そうすると井戸嫌がっちゃうんで、かなりきついんですけども、それをケアするとなると本当に応急じゃねえや、魔封じの方向とかになってくるんですけども、魔封じの方向さすがに自分のデッキに刺さりすぎるんで、3ターン目にワンキルドラグになりますし、あんま自分採用できないということで、もうちょっと禁じられた一滴だけはちょっと勘弁していただきたいなという感じなんですけども、一応ですね、神戦が、墓穴とか、まあ、もろもろ止められますんで、まあ、なんとかなるかなっていう感じですね。はい、まあ、この井戸送りつけ決まるとマジで何もできなくて、なんか結構なクソゲーなので、まあ、これをね皆さんにちょっとお見舞いしていきたいなというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。若津楽園とかいう最強カード来ちゃったらもうやるしかないよね、クソゲーを。ああ、遊戯王ウィキ先生にも書いてあったわ。若津楽園の項目見たらなんか井戸とラーの人送りつけろって書いてあったわ。ああ、やっていこう。まずオロカの埋葬から楽園があるんで、結構割とそこはそれで強いかなというところなんですが、まあ、とりあえずこれは水使いですね。
で、美術界効果と、一応誘発を弾くために、誘発とか、破壊穴とかを弾くために、勇者ギミック入れました。はい。まあ今ね、結構流行ってる方は、デスピア、パッチワーク型とかだったりとかすると思うんですけども、ちょっとね、最終、もう増殖する G はもうね、貫通して動いていくしかありません。はい。もう心止まってるわけにいかないんで。勇者ギミックなんで入ってるかっていうと、まあこれデッキ解説の時も説明するかもしれないけど、このデッキ、分かつ楽に打って相手の盤面に移動を送りつけるんだけど、ちょっとね、やっぱね、盤面が弱くなるんですよね。で、墓穴とか一滴とか結構食らうんで、まあ一滴はちょっと無理だけど、さすがに無効化されると。まあ墓穴とかはね、なんかケアしたいから、まあ、無効系のカードをたくさん入れて、なんかね、結構ね、墓穴とかがね、きつないんだよね、打たれるカードとして。あ、間違えた！大丈夫か？楽園遊具あるわ。いや、待って。ある、ステルフォー、雑談してたらステルフォー間違えました。雑談してたらステルフォー間違えましたが、あ、でも結局あれか。ハンドコスト足んねえか、これ。まあ、体勢に影響はないか？いや、でも赤の楽園セットいけないな。雑出したら間違えました。ちょっと一応、封印の黄金イス打つ。封印の黄金イス打って、まあでもアルベルにはサーチ、アクセスできるから、まあそんなに変わんないか。はい。ちょっと若干弱くなったけど、まあいいや。ね、ちょっと、なんか、本当だったらここに赤の楽園が、あ、でもどれかを捨てないといけないか、そうなると。しょうがねえな、今のは。今のはどっちにしてもらった。で、アルベル持ってくる。で、楽園融合発動で楽園融合の効果によって結局ね持ってきたカード捨てないといけないっぽいから無理だこれでさあ史上最強のモンスターを墓地に送っていくぞ超魔人井戸というモンスターを君はご存知かこれをお前に今からプレゼントしてやるからな待ってろそして、ルベリオンの効果を発動ルベリオンの効果によってドラコバックを持ち送ってそうねどっちにしてもこれルベリオンのコストなくなるからなんかそのさっきはまあ開幕まあ結果オーライだこれ結果オーライ結果オーライでまあ無限包容は一応ケアできてるんでねはいミラージェイドにアクセスできないとこうなるんでこうしてでこうしてでもアルベルだったら若津楽院直接あれか持ってこれたかいやこれあれですねやっぱプレミアしましたねはいプレミアしましたさっきなんか意味不明な話してたら、封印の黄金室残すって意味不明なプリングしましたが、まあ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 問題はない。これね、ちょっとすげえもったいないんですけど、まあ、しょうがないですね。若津楽園がないと意味ないんで、エンドフェーズミラジード効果、ミラジード効果でアルビオン送って、で、このアルベルをちょっと除外しておきます。はい。これで、エンドフェーズにアルビオンの効果を使って最強トラップカードを若津楽園をセットここね楽園トラップだったら何でもいいんで新規のね楽園追放とかも一応セットしますけど、まあ、今回はちょっと、史上最強モンスターを相手にプレゼントしていこうと思ってますんでねありえない動きしますよ今からミラージェイドリリースっていうそこそこありえない動きしますはい無限包容かまあそれはまあ無効にするしかないかなこれで、グリフォンライダー効果発動を一応戻るで、まあ、墓穴打ってくるようであれば神戦があるんで神戦でなんとかしましょうミラジェイドリリースもうわけわかんないで超魔人井戸 と、アレベル大将でこの2体を相手のフィールドと自分のフィールド上に特殊召喚するという効果でああ OK 了解神戦でこれあれだったな若津楽園打ってで墓穴打たれてグリフォンでよかったそしたら神戦ちょっと温存できたかもしれませんねなんかちょっと待ってプリングが追いついてないこのデッキにギミックインプレゼントこれどっちこれ待ってこれどっちのモンスターがどっちわからん誰が誰これどっち井戸俺の方じゃないよねこれ待ってちょっと待ってどっち誰これ誰よ相手自分ってこれ誰よ危ねえ
あぶねえ。お前ふざけんなこの UI。 おわテストプレイしたかコナミ。もうこれわかりにくいなこれ。これね、なんかあれだったんですよね、若津楽院のなんかテキストが表示されないっていうバグがあって、でなんかバグ表示 なんかその無理なんで、なんか会話したみたいな処理っていうなんか不具合のお知らせされてたら、なんか これはこれでわかりにくいな。ちなみに今どういうことが起きてるかっていうと、皆さんね、今超魔人イドっていうモンスターが相手フィールド上に送りつけたんですけども、こいつがいると、モンスターをね召喚判定召喚特殊召喚できないんですね。はい。まあ、つまり相手はどんだけカードを引いたところで、まあ展開系できれば何もできないと。はい、まあ、そういうことで、とりあえずドラコバックで相手の癖を戻しましょう。1枚ね。はい、それなんですかと。無限雇用みたいな顔してセットしてっけど、はい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 、で運命の旅路の効果を発動して、で運命の旅路の効果によって、あ増陣ね、はい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 、まあ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 、まあ、このターンで殺せば問題はない。一切プレイングがばかったけど、デッキ作って一戦目だからがばかったけど、なんか勝てそう。楽園開幕してる。でグリフォンライダー特殊召喚、あとはね何光ってもいいわ。あ、無限法要とかエフェクトベイラーとかはもう全部これでケアできる。で楽園融合を発動。相手の盤面には井戸しかいねえ。あとはあの井戸、何それは絶対に止める。こういうことですよ、これを止めるためのグリフォンライダーね。はい、あもう OCG では使えないと言われているこの最強禁止カード。マスターデュエルでは自由に使えるぜ。そして楽園融合の効果通る。これによってラクイン流アルビオンを融合召喚、光属性とアルバス応募しを送る。はい、おる。さあお前は怪盗札を引かないと、ここでエフェクトベイラー引かないとお前は無理だぞ。もう死ぬぞ。アルビオン効果取れー。取るー。でアルバスのラクインと、ま、これはまあ正直何でもいいんだけど、もうこれ除外して、でミラジェイドを爆誕させていく。はい、ういー、おはようございます。おはようございます。バトルフェイスでいきまーす。はい、タイヤリー。はい、タイヤリー。さあ相手の超魔人移動除外して、自分で送りつけて除外して、自分で送りつけておいて除外して勝つっていうね。これが、まあ、正真正銘のゴミデッキ対戦。ありがとうございました。これ迷惑じゃない。はい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 、まあ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 、これで金敵を打って、金剣を打って、金敵じゃねえや、金剣を打って、初動を引ければ問題なかろうなのだ。はい、これは基本ネクストラッキーがリソースみたいなのがあるんで、まあ、結構除外するの割と大変なんですけど、このデッキの場合は、もう井戸を送りつけて月野さんに勝つんで、マジで何も関係、あんま関係ないです。はい。継戦能力あんまりなくていいです。どうせ3ターン目で負けするから。はい。はい。はい。いや、微妙だな。でも、このアレベル持ってくるしかないんだよな。アレベルに無限法要って言われたら、めちゃめちゃ止まるわ、これ。めちゃめちゃ止まる。このチェーン確認しよう。アレベル召喚効果発動。なんもねえな。なんもなかったら多分大丈夫だね。これでなんか無限法要とかありそうだったら、喜劇とか、落として、まあ、一応ケアしに行くんだけど、ミラージード出るように。はい。まあ、今回は赤の楽園持ってるからあんま関係ないけど。で、井戸落として、はい。で、ここで、ルベリオン出して、で、ルベリオン効果発動。結構両方とも強いから、これ赤の楽園するか。そうですね、まあ赤の楽園打ってもいいんだけど、まあちょっとうららと増陣残して、赤の楽園捨てて、まあちょっともったいないけどね、まあしょうがない。でミラジェイドを出していきましょう。うん、まあ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 いいだろう。はい、で神戦セットもね、とにかくね、墓穴がきついんですよ、マジで。墓穴とかいうカードめっちゃきつくて、もうこれ墓穴をケアするのが大事。うん、一番。まあ、禁じられたヒットしずくはもう無理だから、
井戸を送りつけた後にコストにされると神戦でも止められないんで無理なんで、まあ、そこはケアできないんでね、はい、なんでまあ墓穴、基本的には墓穴をケアするっていう感じですね、はい、まあ、墓穴当たらなければ、井戸が相手 の盤面に爆弾してもう相手何もできないんで、で一応撃たせる、これ増地打って墓穴撃たせる、一応ない、なるほど、ないないのであれば、ここで若津楽院を発動でミラジェイドをリリースとかいう意味不明ムーブ、あまりにももったいないで超魔人井戸とアルベルを選択し、そのモンスターをお互いのフィード上に1体ずつ特殊召喚できる。でこれが一体どっちのモンスターなのかマジで分かんない。これマジでこの UI おかしいだろ。どれを特殊召喚するかをせめて出そうぜ、画像かなんかで。これなんでなかったらこれミスるからね、普通に。でアルベル効果を発動、アルベル効果によって楽園融合を手札に加えていく。これで次の攻めてもバッチリってわけ。さあこれでですね、もう相手はね、おしまいですね。相手はモンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚できないというね、あいつがいる限り。はい。最高のプレゼント。まあ、うざいけど、まあ、しょうがないか。今更そんなカードを打ったってことであんま関係ないです。うん。禁じられた人しずくだけマジでやめて。あのカードだけマジで思んないからやめて。サイバレットマイニング OK。持ってくるのは、あ、ブルータン、なるほど、マリンセスね、オッケー。マリンセスもね、やっぱね、結構ね、強いですね、このデッキ。全然、まだまだランク間に割といるんですけど、普通に今、ダイヤ隊とかでも全然当たるんで、このデッキ、普通に強いです。まあ、ちょっと持ち時間が足りなくなる可能性があるっていうところだけデメリットかなって思いますよね。はい。で、まあ、どうせ大したことないだろう、あれ。無限包容かなんかわかんないけど、まあ、とりあえず、楽園融合かなんか打って、で、楽園融合打ちます。これはまあ、一回アルビオンか？あれだな、ルベリオン、アルビオン、ルベリオン、アルビオンルート取んないといけない、これな。ルベリオン、召喚、で、ルベリオン効果発動を、これ捨てて、で、デスピアン効果発動を、これはドラマトゥルギアですね。トゥルトゥルギアを持ってこないと、ワンキルが取れそうなんで、これ持ってきて、で、アルビオン出して、はい。で、アルビオン効果でもう一回融合だな。これでこいつアタッカーになれる。はい。で、アルビオン効果。これドラマトゥルギア巻き込んで出せばいいから、使用量調子おじさんの方が強そうですね。使用量調子おじさん、過去ジャスラックを出していこう。デスピアのドラマテルギアと、アルビオンでいいか。で、融合召喚。いけ！ジャスラック、使用量調子おじさんからのドラマトゥルトゥルギアの効果を発動。自身応募値から特殊召喚。フッ、トウ！で、攻撃表示。バトルフェイズ！これ、アルビオン・ルベリオンの順番の、にするとあれだったもん。ドラマトゥルギアを持ってこれに勝ったからこれで合ってるはず。はい。とりあえず足りるよな。足りるな、オッケー。ジャストや。はい。タイアリー。井戸とかいうモンスター強すぎない？なるほど。なるほど、龍一。何もないの、つらすぎワロタですね、これね。何もない盤面、つらすぎワロタ。厳しい。それはうわ、ゴミデッキの匂いプン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 丸。これはね、おそらくゴミデッキ。彼岸2種からゼンマイムーブに入るやつは大体ゴミデッキ使ってるから、まあ俺もよくやってるけど、ブーメランめっちゃ刺さってるけど、もう親の顔より見たムーブなんですよね、この辺ね。すげえ盤面だな。お前もう海ねえぞ、それリヴァイアさん3体出してないけど、これ海ねえぞ。大丈夫か、海とか言うことないか。サウンドウォーリアドラブス、なるほど。何がしたい、水属性、なるほど、わからん、なるほど、わからん。あ、スカルデット何これ。あ、エイヤちゃんか、なるほどな。はい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 、まあそれはいいや。
で、リヴァイアさん、あー、そうかそうか、持ってこれんのね。なるほど、海ね。はい、で、海発動ね。はい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 、オッケー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 。ゴミ盤面が出来上がってしまいました。水属性しか展開許さねえと言われております。で、未来竜王が立ってるのやばすぎ、ワロタ。え、これどうしよう、これ、これなんとかして、この海をさ、バウンスできたらいけんだよ多分。これちょっと一回金剣発動するしかないね。金剣発動して、なんか変なモンスター出しちゃうともうそこで終わっちゃうから。いやー、これ何が、うわー、ラクイン融合か、井戸、やべえやばいモンスター、これラクイン融合かな、さすがに。これ止めるよな、でも止めますよね多分。いや、これ静電の水使いと効果取んないと。いや、今のでやっぱアラメシアの儀をめくれんかったのは痛すぎる。ただ俺は諦めねえ、俺はまだ諦めねえ、水使いを捨てるしかねえ。頼む、水使いの効果止めないでくれ頼む。さあ、人影静電の水使いの効果を発動、頼む、通ってくれ。通ったよし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 、許された、許されたぞ。アラメシアの儀を発動。アラメシアの儀、バカタレガー、お前いいのか、もう最強カードの存在忘れてんじゃねえか。とりあえず勇者トークン出していく。そして、運命の旅路の効果を発動。運命の旅路の効果により、地上最強の装備魔法カード、ドラコバックを手札に加えていくぜ。そして、ドラコバックを発動しないと戦略でいいね。ドラコバックを発動。フィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードを手札に戻すことができる。残念だったな。その海、過去システル2には戻ってもらうぜ。オッケーで、ここで展開できるよったから、これ楽園融合から動いていけばいいんだな。バカかよ、未来竜王の効果温存するからだ、お前行くぜ。いや、これ返せるぞ、あのクソ場面、あのクソモンスターを分からせることができる。楽園融合発動。楽園融合の効果、赤の楽園あるんで、多分ね、これね、未来竜王の効果は割とね、踏みに行けますね。で、悲劇のデスピアンを墓地送りまして、で、まあ、一応ルベリオンも出していく。はい、で、今止められてもいい、別にどっちかは。で、ルベリオンの効果発動、こっちだな、ルベリオン効果発動で、これ止めると相手は、ミラージェイドの効果通すかもっちゃうから、多分これ止めないよね、これ多分。これでミラジェイドを爆弾させて、で、悲劇のデスピアの効果を発動していく。で、悲劇のデスピアの効果発動を、これ止めちゃうとミラジェイド飛んできちゃう。だから止めない。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、ミラジェイドは着地できる。で、ルベリオン効果。あればその楽園とルベリオンをデッキに戻しながら、行け、飛剣竜、ミラージェイド。で、まあ一回踏みに行きますか。ミラージェイドの効果さすがに使ったら相手ミライ竜王って言ってくると思うんで、飛剣竜ミラージェイドの効果を発動。さあ、飛剣竜ミラージェイドの効果を発動して、アルビオンを墓地を送りながら相手のフィールド上のモンスター一体を選んで破壊、除外するという効果。ミライ竜王、誰、逃げまーす逃げまーす。ほい、さあ、カドラクインの効果、墓地の悲劇のデスピアンを回収しながら、融合召喚をすることができる。さあ、これによって、どこ特殊かな、これキワイラかな、これと、アドリビー、なんでアルベルリソースなるか、こっちか、やばいやばい、時間ない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 、残り60秒。いや、これマジで高校マークにめっちゃ大変だからね、これ絶対時間伸ばした方がいいよ。これこらめに言っとくわ。これね、持ち時間300、高校からだとマジで足んないから、まあ、本当にこの仕様だけやめた方がいい。うん、マジで先行300秒でいいけど、高校は400秒からスタートみたいな、あのじゃないとマジで間に合わないまくりが。さあ、これで飛剣竜ミラージェイド飛んでくる、いけ。さあ、こいつはさっきの、あれ、なんでガーディアンキマイラ発動しないんだ、
金券だ、金券発動してるわこれ。まあいいや、そんなに関係ない。さあこれでもうさすがにどっか行くっしょ。オッケー、一応エフェクトベイラーケアするんだったらバトルフェーズに入ってからやった方がいいですけどね、今のね。いやこれやばい、残り30秒。全部処理しきれんかった。しょうがねえな、エリア破壊する。オッケー、でエリア破壊されると水属性モンスター回避できるんだよな、はい、はいはいはい、敵からね、はい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 、メガロスマッシャー X 草で、こいつ破壊する。うわ一体残っちまったな、一体残ってしまったが、墓穴でなんとかするしかないか。セットしてでエンドで、これでルベリオン効果で赤セット、はい、やばい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 、時間ない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 、でドロフェ墓穴で選択リヴァイアさん、これで多分いける。やばいやばいやばい、残り10秒、タイムアウト負けあるか、やべえ、タイムアウト製造工場になってしまう、まずい。オッケー、これで次のターンの終了時までリヴァイアさんここ向こう、それはいい。これ耐えたろこれ、さすがに。いや相手ね、エクストラデッキ死ぬほど使ってたんで、もう多分リソース残ってないはずだこの展開で。いい、もうそれは全然いい。オッケー、耐えた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 。よし、この盤面返せんのすごくないですか。いやまあ相手の未来利用 の、 あの打ちどころがね、正直聖典の水使いに当てられてたら俺何もできなかった気がするんですけど、オッケー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 、全然いける全然いける。でドラコバック発動して、これ出てくるとめんどくさいからメガロスマッシャー戻せばいいな。クソデッキに天中を、うおつぁー、あの盤面返せる、あの盤面返せるんですよ。安西先生は言っていました、遊戯王は諦めたらそこでデュエル終了ですよってね。